教材用のバンデグラフ気電機、静電発電機もしくは気電機とは、発電機の一種で、静電気もしくは、高電圧、低電流の電気を生成するものである。静電気の存在は、文明の黎明期から知られていたが、その性質を説明する理論は、数千年にわたって確立されず、時期との区別も曖昧であり、好奇心をそそる奇妙な現象でしかなかった。 17世紀末までに自然科学の研究者は摩擦によって静電気を作る実用的な方法を発見した。18世紀になると機械的な静電発電機が作成され始め、電気学という新しい学問の研究に不可欠な実験器具になった。静電発電機は人力などの動力を利用して力学的な仕事を電気エネルギーに変換する。 装置である。電気的な力で有機した電荷を金属板、円筒、ベルトなどに乗せて、光電位電極まで運ぶ仕事により、二つの導体に逆符号の静電電荷を蓄積していく。電荷を発生する方法には摩擦帯電及び、静電誘導の二種類がある。静電発電機は科学の教材として、 静電気力と高電圧現象を演じするために使われることが多い。また大きな電位差が得られることから、実用上でも X 線管の電源、医療、食品の殺菌、核物理学研究など様々な用途に用いられてきた。現在、実用的な高電圧電源としては、静電発電機よりも半導体回路によるものが主流だが、バンデグラフ機電機や、その発展型である。 ペレトロンなどは今なお物理学の研究に用いられている。また近年では環境に存在する微小な振動のエネルギーを利用するナノ発電において古くて新しい方法である静電発電が急浮上してきている。静電発電機は電荷を生成する方式によって2種類に分けられる。18世紀に広く普及していたガラス球を回転させる方式の摩擦機電機。 静電気を帯びた女性とのキス。史上初の静電発電気は摩擦で電気を起こす摩擦機電気であった。1663年頃にオットーフォンゲーリケが発明した最初の摩擦機電気は木の回転軸に取り付けた要求を手で摩擦する仕組みだった。実際に回転させて使用していたかどうかは定かではなく、またゲーリケには 電気を起こしているという意識はなかったが、後の時代に回転球を備えた、気電機が数多く作られたのは、ゲーリケの影響である。アイザック・ニュートンは、異様の代わりに、ガラス球を用いることを提案した。ニュートンによって、王立協会の実験員に任命されたフランシス・ホークスビーは、ゲーリケの設計を改良し、ガラス球を高速回転させてもを食負でする。 仕組みの摩擦機電気を作成した。ガラス球がすられると、玉内の真空に、雷のような紫色の光が満ち、その明るさで読書ができるほどだったという。ビッテンベルク大学の教授だったゲオルク・マッチアス・ボーゼは、静電発電機に、手動体を取り付けることでその効果を何倍にも高めて、見せた。手動体とは、電荷を蓄積するための大きな導体のことで、 ボーゼの典型的なデザインでは、剣士で釣って絶縁した筒状の手動体をガラス球に近づけ、電荷を吸い取らせていた。ボーゼは絶縁台に立たせた女性の体に電荷をため、監修の一人に接吻させて電気ショックを与えるという見せ物を行った。百四十六年にウィリアム・ワトソンが作成した装置は大きな車輪を回すことで複数のガラス球が 回転する仕組みになっており、手動体として、剣士で吊るした剣と重心が備えられていた。なお、同年、オランダのピーテル・ファン・ニュッセンブルークによって、ライデンビンが発明され、発生した静電気を貯めることができるようになった。ライプツヒ大学の物理学教授だった、J.H. ウィンクラーは、手で摩擦する代わりに、革製のクッションにすりつける仕組みと、 足踏み式の高速回転装置を導入した。ガラス板の両面に金属箔を貼ったものを起電力源と接続することで相当量の電気を貯めておけることが発見されると、この種の実験は容易になった。ウィンクラーの改良に続き、スコットランド人でエアフルト大学の教授だったアンドリュー・ゴードンはガラス球の代わりにガラス円筒を用いることで、 摩擦機電機を発展させた。ベンジャミン・ウィルソンは1746年頃に、串場の終電電極を考案し、1762年には、英国のジョン・カントンが、摩擦符に、鈴アマルガムを振りかけることで、発電の効率を向上させた。1760年代には、ジェシー・ラムスデンや、ヤン・インゲン・ホースをはじめとする研究家たちの手により、玉や円筒ではなく、 ガラス円盤が回転する方式が標準的なものとなった。回転する玉を手で摩擦する初期の起電機。アントワーヌの例の著書より、ガラスの円筒が水平軸の周りで回転する方式の摩擦起電機。中央前方のパッドで摩擦する。ラムス電による洗練された摩擦起電機。摂津名所図へ四巻上、異国の珍品を飽きなう。 川堀堂道の店頭でエレキテルが実演されている。1796から1798年。1773年、公式記録に残る限り初めてオランダ人によって摩擦記電機が江戸時代の日本に持ち込まれた。ただしそれ以前の1765年に刊行された公務団の中で、 エレキテリ生理体という名の摩擦気電気が紹介されており、一部ではすでに知られた存在だった。オランダ語でエレクトリシテイとは電気もしくは気電気を意味し、日本ではこれがなまってエレキテルと呼ばれるようになった。当時の博物学者、平賀源内は長崎で入手した壊れたエレキテルを1776年に複製し、見せ物に用いて大いに交換に広めた。 現内作とされるエレキテルは2台が現存している。そのうち定神総合博物館に所蔵されていたものは、調べ車によってガラス円筒を高速回転させる方式のもので、銀紙を貼った枕と電荷を貯める雷電瓶を備えていた。現内の文化生、森島中らが、高門雑話でエレキテルの正確な構造を解説したことで、一般に作成。 販売が行われるようになった。蘭学者、橋本総吉は1811年の著書、エレキテルキューリハラにおいて、エレキテルは、玩具などではなく天地の原理を再現する器具だと述べ、自ら言った、様々な静電気実験を紹介した。この他、大月玄太らによる、構成新編には、サンプトペテルブルクを訪れた。 大黒屋ダユーからの伝聞として、ロシアではエレキテルを用いた着火装置がアルコール飲料の純度検査に用いられているという逸話が記されている。マルティン・ファン・マルムが設計した大気電気。テーラーズ博物館に展示されている。1783年にオランダのハールレム氏の科学者、マルティン・ファン・マルムは直径1.65メートルのガラス円盤を備えた。 精妙な大気電機を設計し、自らの実験に使用しようとした。この装置は政府どちらの電圧も作れるように設計されており、長さ61センチメートルもの火花放電を発生させることが可能だった。ファン・マルムの依頼で組み立てを行ったのは、アムステルダムの機器職人、ジョン・カスバートソンであった。現在この気電機は、ハールレムのテイラーズ博物館に展示されている。 1785年、エヌ・ローランドは設置した2本の円筒を、矢との毛皮で包み、絹のベルトをかけて回転させる仕組みの機電機を作成した。エドワード・ナイアンが1787年に開発した医療用の静電発電機は、正と負の電荷をどちらも生成することが可能で、静電荷は終電機につながれた、手動体に、負電荷は摩擦パッドにつながれた、 手動体にそれぞれ貯められた。1850年頃に、ウィーンの科学者ゲオルク・ケー・ビンターが作成した、気電機はそれ以前の装置よりも効率が高く、広く普及した。1830年代に、ゲオルク・オームが行った、電気実験では、ファン・マルムの装置と、同じく政府の電圧を作れる、気電機が用いられていた。 1840年にラムス電の方式を改良して作られたウッドワードの装置では手動体が円盤の上に設置されていた。物体の表面にある電荷の釣り合いが崩れると他の物体に対して引力もしくは積力を及ぼす。それが講じると静電気として感じることができるまでになる。 二つの異なる表面を触れさせてから離すと、接触帯電ないし摩擦帯電現象によって、一方から他方へ電荷が移動し、電荷の不釣り合いが生じる。大きな静電気を生み出すには絶縁性の物体二つを擦り合わせると良い。ただし、摩擦は本質的な役割を果たしているわけではなく、単に絶縁性の表面を触れ合わせるだけでも帯電は起きる。しかし、 多くの場合物体の表面は荒いため、物体同士を単に当てがうだけでは十分な接触面積が得られず、帯電に長い時間がかかる。物体をこすり合わせれば凝着性の接触面が広がることで帯電が促進される。絶縁体、すなわち電気を通さない物体は、表面電化を発生させて貯めておくのに適している。よく用いられる絶縁体には、ゴム、 プラスチック、ガラス、髄がある。導電性の物体も接触帯電を起こすが、外界に対して絶縁されていない限り、電荷を保持しておくことはできない。接触帯電によって、一方の物体からもう一方へと移動した電荷はその、表面に留まる。物体を電流が流れていても、静電気力やスパークの発生、コロナ放電などの現象を損なうことはなく、 同じ系で両立することができる。電気本下方の有電帯板は負に帯電しており、髪型の導体板の中に、電化の不均衡を生じさせる。導体板のうあつらから、不電化を抜き取れば、正味の静電化を有機できたことになる。電気本を応用したエーベネットのダブラー。最初の誘導起電気とされる。白鍵電気の端子を兼ねた、金属板 A と、 持ち手がついた金属板 B、C からなる。板 A がまさに帯電していたとして、電気ボンと同様の手順で板 B に負の電荷を有機し、ついで板 B を用いて板 C に正の電荷を有機する。板 C の電荷を板 A に移すと、電荷が初めより増えたことになる。ダブラーから発展した T カバロの増幅器摩擦機電機は、 年月とともにゆっくりと第二の種類の起電機、誘導起電機にとって変わられていった。こちらの方式は静電誘導を応用したもので、はじめに存在していたわずかな電荷を利用して機械的な仕事を静電的なエネルギーに変換し、結果として電荷は継続的に増加していく。その発想はアレッサンドロ・ボルタが広めた電気本から生じたと思われる。 電気盆は一枚の導体板からなる一種のコンデンサで静電誘導の過程を用いて電荷の偏りを生じさせることができた。機械式の誘導機電気に向けて最初の一歩を踏み出したのは白剣電気の発明者でもあるアブラハム・ベネットが報告したダブラーであった。ベネットのダブラーは三枚の導体板を持ち電気盆と似た一連の操作を行うことで初めに 蓄積されていた電荷を約2倍に増やすことができた。ベネットは大気からわずかな電荷を採取し、繰り返し増幅して、検電器で観察できるようにした上で、電荷量と符号を記録して、気象条件との関係を研究した。エラズマス・ダーウィン、ウィリアム・ウィルソン、G.C. ボーネンベルガー、また後に J.C.E. ペクレはそれぞれ、ベネットのダブラーに改良を加えた。 1816年にフランシス・ロナルズは胴体板の一枚を振り子の重りで置き換え全枚や蒸気機関で振らせることで発電プロセスを自動化した。ロナルズはこの機電機を電信装置の電源とした。これらの試みを経て1788年にウィリアム・ニコルソンが報告した回転式のダブラーは連続回転による誘導機電機の素と考えられる。 ニコルソンの記述によれば、クランクを回すことで、摩擦も、大地との接続も、必要とせずに2種類の電気を生成できる装置、であった。ニコルソンは後に、回転式蓄電器という、微小な電荷を増幅することができ、より測定に適した装置も報告している。他にも、ディベリウス・カバロ、ジョン・リード、シャルル・レゾルム、ジャン・ニコラー・シェットラは、 様々に工夫された形の回転式ダブラーを製造した。1798年、ドイツ人科学者で説教師でもあったゴッドリー・プ・クリストフ・ボーネンベルガーは、著書でベネットやニコルソンのダブラーを紹介するとともに、自分が考案したボーネンベルガー機電機について記述した。これらの試みのうち重要なものは、 アネーロンデアフィシックに記載ジュセッペベッリは1831年に単純な構造の対象型ダブラーを作成した。2枚の金属円盤を両端に取り付けた棒を回転させることで U 字型の終電器の内側を円盤が交互に通過する仕組みになっていた。両極がすべて同じ構造で作られた対象型の装置はこれが初めてだった。同型の装置は何度も 再発明されている。クロムウェル・バーリーはこの方式を発展させて大出力の装置を作成し、1860年に特許を取得した。これは実用的な高圧誘導機電気として初めてのものだった。20世紀末には AD ・ムーアが教材用としてこの方式の装置を広め、ティロッドと呼んだ。また、1868年に最充電機として、 開発を行ったケルビンの名も挙げられる。ケルビンはその他にも誘導機電機をマウスミルモーターと組み合わせてサイフォンレコーダーと呼ばれる電信受信機を発明した。耐電したインクが細いサイフォンから吐き出され静電的な引力で記録紙に向けて飛んでいく仕組みだった。さらにまた1867年には水滴を利用した一種の誘導機電機を 発明して、水滴蓄電機と呼んだ。ホルツの回転円盤式起電機。1864年から1880年までの間に、ビルヘルム・ホルツが製作し、論文で報告した数々の誘導起電機は、当時最も進歩した起電機だと考えられていた。その一つで、ホルツ起電機と呼ばれるものは、ガラスの円盤が増速ギアによって、高速回転しながら、 固定円盤に取り付けられた誘導子と相互作用する仕組みだった。1865年、アウグスト・テプラは2枚の円盤が1本の軸に固定されて同方向に回転する構造の誘導機電機を作成した。1868年、出力電流を増やすために奇抜な構造を採用したシュエドフ機電機が作られた。同年には、 クント気電機やキャレ気電機など、摩擦式と誘導式を組み合わせて、動作を安定させた、気電機が作成された。1866年には、ピシェ気電機が作成された。1869年、エイチ・ジュリアス・スミスは、携帯可能な火薬の点火装置として、機密性の気電機を作成し、アメリカで特許を取得した。また、1869年、 ドイツのヨハン・クリスティアン・ポッゲンドルフは回転円盤にセクターを貼り付けない形式の起電機を研究した。1881年、パリの博覧会で展示されたボス記電機。フランチェスコ・ロゼッティ、アウグストリー・ギ、フリードリヒ・コールラウシュラは誘導起電機の働きと効率をさらに研究した。エルテール・マスカール、アントニオ・ロイティ。 エミール・ブー・ショットらもまた誘導機電機の効率と電流出力を研究した。1871年にムルゼウスはセクターのない装置を研究した。1872年に作成されたリーギの電位計はバンデグラフ機電機の源流の一つとなった。1873年、レーザーはホルツき電機を改良した、いわゆるレーザー機電機を作成した。 1880年、ロバート・ボスは、テプラ、とホルツの原理を組み合わせて、新しい気電機を考案したと主張した。同型の構造は、テプラ、イコール、ホルツ気電機としても知られるようになった。ウィムズハースト気電機英国の発明家、ジェームズ・ウィムズハーストは1878年に、静電発電機の研究に着手し、ホルツ気電機を改良して2枚の回転板を持つ。 強力な気電機を作り出した。ウィムズハースト気電機の基本型が1883年に科学界に対して報告されると、その後はもっぱらこの種の気電機が用いられるようになった。ただし、それ以前によく似た構造の気電機がホルツとムーゼウスによって報告されていた。1885年、英国で史上最大級のウィムズハースト気電機が建造された。 ウィムズハースト起電機。2枚の円盤が逆方向に回転し、円盤状の昇板に誘機された電荷が、ブラシによって吸い取られ、左右の雷電瓶に溜められる。表側の昇板は、裏側の昇板に対する誘導子として働き、胴体 E1 を介して対抗する2枚の昇板に、電荷を誘機する。 ここで帯電した小板は次に、導体 XX1 の位置で表の小板に対する誘導子となる。小板を持たず、絶縁円板自体が電荷を運ぶ方式の、ウィムズハースト気電気。ウィムズハースト気電気は著しく単純な装置で、あらゆる誘導気電気がそうであるように、電荷の静電誘導を利用して発電を行う。要するに、初めに存在していた。 ごくわずかな電荷を利用して新たな電荷を有機し、それを集めて、初めの電荷に付け加え、同じプロセスを何度も繰り返す。ウィムズハースト機電機の構成は、以下の通りである。絶縁された2枚の円盤はプーリーに取り付けられ、同軸で逆方向に回るようになっている。円盤の外側の面には、金属など導電性の小板が、円状に並んで貼り付けられている。 それぞれの円盤には、両側がブラシとなった、胴体棒が付属しており、この棒でつながれた2枚の小板の間で、静電誘導が起きて新たな電荷が誘起される。それぞれの円盤に誘起された電荷は、各1体の串型コレクター電極によって集められる。2つの雷電瓶は、電荷を貯めるコンデンサとして用いられる。1体の電極は、 十分に溜まった電荷を放電するためにある。構造も、構成要素も単純であるため、静電気の実験やエンジンに用いる機器を自作する場合、ウィムズハースと起電機が選ばれることが多い。広く普及したのもこれが理由である。1887年、AF バインホルトは、レーザー起電機を改良し、垂直の金属棒に、 木製の筒をはめたものを誘導子として円盤の近くに置くことで極性の反転を防いだ。ML ルビエはルビエ機電機の作成を報告した。これは基本的にボス機電機を簡略化したものであった。1893年、ボネッティは円盤にセクターを取り付けないタイプのウィムズハースト機電機の特許を取得した。ボネッティの装置はセクター付きのタイプより はるかに強力だったが、外部から電荷を与えてやらなければ、運転を始めることができなかった。1898年、WR ピジョンは独自の機構を備えた、ピジョン気電機を作成した。1890年代を通して気電機研究に打ち込んできた末の成果だった。同年10月28日、ピジョンはこれを、ロンドン物理学会で発表した。 また後にフィロソフィカルマガジン及びエレクトリカルレビューで報告した。ピジョン電機電気の特色は静電誘導の効果を高めるために対抗円盤のセクターを誘導子とするのに加えて固定誘導子を用いたことと各部の絶縁性を高めたことだった。特に電荷を運ぶセクターは端子部を除いて絶縁体に埋め込まれていた。ピジョン電機電気は ウィムズハースト気電機とボス気電機を組み合わせた上で、電化の利益を低減したものだと言えるが、前身となった装置のいずれよりも、容易に電位を高めることができた。またこれに加え、ピージョンは、トリプレックスをウィムズハースト気電機のセクターを、絶縁材に埋め込んで、出力電流を増加させる方式を研究し、特許を取得した。19世紀末から20世紀の初めにかけて、 複数の回転板からなる、起電機と、トリプレックス起電機が大きく発展した。1900年、フレデリック・タズベリーは、起電機を金属容器に収めて、空気や二酸化炭素で加圧すると、放電耐圧が向上するとともに、プレート間や支柱へのリークが低減することで性能が向上することを示した。1903年、アルフレート・ベールゼンは、 セクター板をエボナイトの回転板に埋め込み、表面には端子だけが突出している方式の起電機の特許を取った。1907年、ハインリヒ・ワメルズドルフは一種のホルツ起電機で、ベールゼンと同じ方式の回転板という動詞をセルロイド板に埋め込んだタイプのものを報告した。ワメルズドルフはその他にも高性能の起電機を作成したが、そのうち最も有名なのは、 コンデンサーマシンと呼ばれるものである。単一の回転板にセクターが埋め込まれており、円盤の円からセクターの端が露出している方式だった。ディロッド気電機の模式図。回転式誘導気電機の例として、アメリカ製電気学会の創立者エディムーアが20世紀半ばに設計したディロッド気電機の原理を説明する。渦を参照のこと。円盤 D は、 絶縁体で作られ、矢印の向きに回転する。円盤には6本の金属ロッド R1 R6 が垂直に立てられており、両側から金属のコレクター空いた C1、C2 に挟まれている。動作を開始するには、はじめにコレクター C1 と C2 の間に電荷の不均衡が存在しなければならない。しかし、 人間の手が装置の絶縁部品に触れると静電気が生じるため、コレクターには自然にわずかな電荷が有機されているのが常である。ここでは C1 が負に C2 がまさに帯電していたとする。コレクターが帯電しているため、胴体でつながれている誘導子 I1、I2 もそれぞれ電荷を持ち、近づいてきた金属ロッド R1 と R4 に静電誘導を及ぼす。 すなわち、R1 と R4 は固定導体 N を介して、電荷をやり取りすることで、互いに逆の電荷を持つようになる。N の両端には、ロッドと導通を取るためのブラシがついている。円盤 D が回転していくと、電荷を持ったロッドは、R3 の位置で、ブラシによって、コレクターと接続される。電荷には、電気容量が、 大きい物体に映る性質があるため、ロッドが持っていた電荷はコレクターに集められる。この過程が繰り返されることにより、それぞれのコレクターが持つ政府の電荷はますます増えていく。正の電荷を帯びたロッドを、正のコレクターに近づけるには、静電反発力にこうして仕事をしなければならない。この力学的な仕事が帯電の静電エネルギーに変換されることになる。 バンデグラフ機電機の模式図。上側のローラーとベルトが擦り合わされて政府の電化が発生し、静電化は電極で集められて端子に蓄積され、不電化はベルトによって下方の設置電極に送られる。19世紀末から始まった物質の構造の探求において静電発電機は不可欠な役割を果たした。1920年代にはこれまで、 以上の高電圧を生成する装置が必要だということが明らかになっており、これに応えるべく、1929年から主に MIT においてバンデグラフ機電機が開発された。第1号機の動作が確認されたのは1929年10月である。基本的なアイディアは、電荷を絶縁製のベルトに乗せて、絶縁支柱に支えられた中空の端子の内部に、 送り込み、そこで電荷を端子に移すというものだった。端子の電位がどれほど高くなろうと、端子内部には全く電場が生じないので電荷の移動は妨げられない。このアイディアは新しいわけではなかったが、別の電源を用いてベルトを帯電させた点が革新的で、それまでの起電機を過去のものとしてしまった。バンデグラフが作成した第一号機は、 アンザッカ屋で入手した絹のリボンをベルトとしていた。1931年に書かれた特許明細書では100万ボルトの電圧を生成することができると記述されていた。ニコラ・テスラは1934年のサイエンティフィック・アメリカン市に静電発電機の可能性へと題してバンデグラフ機電機に関する記事を書き新型の装置が開発され十分に改良されれば 素晴らしい未来が保証されているはずだと述べた。より出力の大きい装置はすぐに開発された。大気をイオン化することなく表面電化密度を高められるように、加圧容器に収められていた。バンデグラフ機電機のバリエーションも生まれ、物理研究に用いられた。絶縁体と導電体の継手を交互につないだチェーンを用いて、電化を輸送する。ペレトロンはその一つである。 構造が単純なタイプのバンデグラフ機電機は、静電気の演じに広く用いられている。高電圧を生成できることから、絶縁台に立って、高電位端子に触れると頭髪が逆立つという面白い効果を起こせることで人気がある。1945年から1960までの間に、フランス人研究者、ノエル・フェリシは、大出力の誘導発電機を、 数多く発展させた。加圧水素ガスによって絶縁を行い、高速回転する円筒によって電荷を輸送する仕組みだった。この方式の装置はセムズ社によって製品化され、主にヨーロッパで加速機研究や高電圧ケーブルのテスト用に使用された。アームストロング式水力発電装置。ボイラーから噴出した蒸気が帯びている電荷を電極 B で集める。 イオンを注入した液体や大電粒子を含む気体など、過電流体によって電荷を運ぶ発電方式は、エド発電と呼ばれる。エド発電の研究の始まりは1840年に発表されたアームストロング式水力発電装置だとされる。これはボイラーから噴出する高圧蒸気が電荷を帯びていることを利用して、 蒸気を終電電極に吹き付けることで電荷を集積するものだった。スツーザー、セッカー、ヒューズラは、絶縁性の流体に電荷を与え、ポンプで光電位端子まで送り込むことで電荷を蓄積する方式の起電気を発明した。この方式は、構造が単純であり、液体の絶縁破壊強度が大きいことなどにより、装置を小型化できるなどの利点がある。 1980年代の初め、風力をエネルギー源とするエッド発電のアイディアがマークスによって提案されたが、実用化に至らなかった。2006年、デルフト工科大学のジェロムラは、ユーケンというナノ風力移動発電機を試作した。機械的な稼働部を持たず、大気中に噴霧された大便水滴を、風が高電に電極まで運ぶ構造になっており、 風力のエネルギーを直接電気エネルギーに変換する方式である。発電効率は回転翼型の発電機に及ばないが、構造が単純なためてコストであり、強風にも耐えられることから実用化に向けた取り組みが行われている。静電発電機は様々な境界科学の研究に用いられたことがあり、時には不適切な方法で利用されたために議論を呼んだ。 1991年、ジョージ・ピゴットは、無線電信や、反重力実験のために作成した、機電機の特許を取得した。小型の加圧容器に収められた二重式の装置であった。時代を下った1960年、ドイツ人の時計職人、パウル・バウマンは、発電機、テスタティカを発明した。バウマンが設立した、スイスの宗教的コミュニティ、メテルニスサは。 テスタティカに、刑事上的な意味を与え、周囲の環境から直接、フリーエネルギーを引き出すことができると主張した。実際には、テスタティカは1898年のピジョン電機電気を、ベースにした、静電発電機だったと考えられている。